こんにちは、速稼塾の久保です。男がね、30代までにやっておくべきこと、もしくは30代でやること、そうですね、これをやっとけっていうふうにね、一人一人違うと思うんですけども、やっぱり一生添い遂げる人をたった一人でいいんで見つけとけってことじゃないですかね。逆に言うと、2人以上見つかるってことはこれは失格なんですよ。1人なんですよ。じゃあ2人以上見つかったとして、その中でたった1人を残す人としたら誰だっていうふうに聞かれた時に、明確に答えられないといけないのかなと思います。言ってみれば、人間の人生って誰か1人のために生きることが精一杯だと思うんですよ。だからどんな時でも私たちはそういうものを求められますよね。例えばね、非常に言いにくいことですけども、考えにくいことですけども、結婚して奥さんがいて子供がいる、で何かね、火災とか事故に巻き込まれて1人しか救えない時に、誰を救うかってこと、これをいつも考えておかなきゃなりませんよね。そして話し合っておかないといけないと思います。私もこれはね、もう準備ができてます。すごくね、無慈悲なことですけども、そういう時がもし訪れたらどうするべきか、そしてそれに対しても事前に納得しておくってことが必要なんだと思います。だからこそね、普段から愛情を注げると思いますしね、その時になってうろたえないようにっていうこともあるんですけども、人生観とかね、生命観を交換できるぐらいの関係を作っておくってことなんでしょうね。そして私の回答に対しては、やっぱり納得してくれるような、そういうふうなパートナーであってほしいなと思いますし、実際そうだったかなと思っております。私の体験がほぼなんですけども、私はそういうふうに思いますよね。で、考えてみたら、人間関係ってついたり離れたりするんですけども、昔付き合った女性って思い出すことはあまりないと思います。そして未だに付き合いがあるかって言ったら別にないと思うんですよ。今お付き合いしている女性がいればいるほど、本気でその人と近づいていればいるほど、多分過去の人って思い出さないし、あれほど熱を上げた人でもすごくね、相対的に小さくなってると思うんですよね。もちろん大切な思い出ではあると思うんですけども、これは恋愛に関わらずなんですけども、それまで追い求めていた人がいたとしてもね、いろんな意味でビジネスでも人間関係でも憧れた人がいたとしても、その人って移り変わった瞬間に別の一人が際立ってきて、過去の憧れにどんどん色あせていくのかなと思うんですよね。ですんでね、花よりもさ、20代で見つけれるか、30代の、遅くても前半で見つけられなければ、これ一生見つからない可能性があります。で、私は40過ぎてたまたま全てを失ってもいいなと思う人が見つかったんですよ。これは奇跡なんですよ。なかなかないですから。なんせ見つかったとしても向こうが選んでくれないですからね、大半は。ですんで、いつも自分が選ぶ側ではなくて選ばれる側だっていうところもね、ありますん で、40代を過ぎるとね、もう圧倒的です。これ選ばれる人なのか、自分が選んでも選ばれない人なのか、圧倒的に違ってきます。そしてもうこれはね、覆しようのないような人生の分かれ目になっちゃいますよね。本当にね、人っていうのは期待を持ってしまうんですけども、その期待があるがゆえに、可能性を感じてさらに無理をしてしまって、再起不能になってしまうこともありますけども、私はね、知名度はいいと思うんですよ。重症はあってもいいと思うんですよ。ただね、死っていうのはもうゲームオーバーですから、人生終わったらそこからもう一回生き返るってことはないんですんで、だからね、もう全滅っていうのは避けなければなりませんよね。ただやっぱり覚悟としては全てを失ってもいい覚悟でいくんですけども、実際に失ってしまったらそこでゲームセットになっちゃいますから、やっぱりさすがにね、そこら辺はリスクヘッジをして、分散を、リスク分散をしておかなくてはならないのかなというところでございますね。ということでね、花よりもさんね、たった一人の人を見つけるってことじゃないかなと思います。これが2人だったらまだ見つけれてないってことなんで、たった一人ですね。その他にもいろいろとね、本当はたった一個だけやっておけって言えないぐらいたくさんあるんですけども、絞るとしたらやっぱり人は人でしょうね。誰のために生きられるのか、そして自分は誰がね、自分に対して命を捧げてくれるのか、この関係を明確にすることじゃないかなと思うんですよ。もちろん今後の人生で変更はあり得るんですけども、じゃあ今日の時点でね、自分の全てをかけてもいいと思えるぐらいの人はいるか、そして自分に全てをかけてもいいっていうぐらいの人がいるか、全ベッドってやつですね、全てをベッドってやつですけども、そのぐらい破滅を抱き合わせに付き合っていけるような関係がいるかな、どうかなっていうのは20代で見つけるべきだと思いますし、本気で生きてきたんだったらそれは見つかると思うんですよ。で、見つからなければやっぱり30代の前半まで何としてもね、掴んでもらいたいと思います。で、そしてこの人が一生の友人なり恋人になるのかというふうなね、その確信をもとに軸を作っていくべきかなと思うんですよね。もちろん変更あり得るんですよ。でも若い時期にそれができなかったら、年を取るともっとできないです。どん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 寂しいね、独居老人になっていきますよ。孤独老人になっていきます。本当に悲惨です、そうなると。お金もないし、人間関係もないし、知識もないし、行動力もないし、体力もないと終わりですよね、こうなったらね。でも現実、そういう人がどん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 生まれてるのがこの世の中なんですよ。花屋龍馬さんの時代、50年経ったらみんな高齢者ですよね。80代になると思います。
その時には3分の1の人以外はほとんどの方が孤独とともに生きることになって、助けもないしね、何の人生だったのかわからない、若い頃は良かったとかね、若い頃になんでやってなかったんだという後悔をものすごく積み重ねていくんではないかなと懸念してます。もちろん50年先のことは分かりませんけどね、テクノロジーが寂しさを排除するかもしれませんけどね、なかなかそうはいかないんじゃないかなと思いますね、うん、さあ30代でやっておくべきことちょっと決まったですかね。私の答えとしてはたった一人の人というのがキーワードになると思います。ワン&オンリーですね。いってらっしゃい。